皆さん、こんにちは。車の雑誌のチャンネルでございます。本日はどのような車をご覧になりにいらしたんですか今日の話題をご案内させていただきます。英国でもネオクラシックとして支持を集める AE86 型のレビン。英国編集部が夜の街でその魅力に迫りました。日常的な速度でも生き生きとしている。 現存する AE86 型のトヨタカローラレビンやスプリンタートレーノのほとんどドア何かしらモディファイされている英国トヨタのヘリテージ車両ですら排気系の他にストラットタワーバーとロワースプリングが組まれボディ補強が施されている乗り心地は若干跳ねる印象ながら積極的に走りたい小さなスポーツクーペには合っている そして、すぐにその本性が見え始める。パワーアシストの備わらないステアリングは、操打時の重さや感触が素晴らしい。シフトフィールも良好で、操作系の全てが調和しているように感じられる。聞き依頼のあるエンジンサウンドを堪能しやすい。街灯が並んだ夜の都心を走るのに、完璧な組み合わせに思える。日常的なスピードでも、 AE-86 型のカローラ・レビンは命が宿ったように生き生きとしている。もちろん、サーキットでもその能力は遺憾なく発揮された。各地の峠道でドライバーの心を強く掴んだだけではない。欧州のモータースポーツでも優れたおののいを披露した。1984年以降、カローラ・レビンはヨーロッパツーリングカー選手権へ参戦。 トヨタはマニュファクチャラーズタイトルを3シーズン目の1986年に掴んでいる。メルセデスベンツ 190E コスワースや、BMWE30M3 といった強敵を打ちまかしながら、同時期には英国サルーンカーチャンピオンシップへも参戦。クリス・ホジェッツ氏やアラン・ミンショー氏。 バリーシーン氏というレーシングドライバーがステアリングホイールを握った。欧州のレースでも活躍した AE86。中でもトヨタのワークスチームで最も成功を収めたのがクリス・ホジェッツ氏。1986年シーズンでは9戦中8勝を果たしグループ C のクラス優勝を獲得している。プジョー 205GTI に ブランズハッチで勝利を一度譲っただけだった。その頃、グループ A やグループ B で戦っていたマシンは、フォードシエラ RS コスワースやフォードエスコート RS ターボなど、そんな強敵と比べても、クラス内での最終的なポイントランキングで勝るほどの強さだった。1987年からは、 英国ツーリングカーチャンピオンシップへレースが一新。グループ規定も見直されたカローラレビンはそこでも強さを発揮。同クラスのグループ D を圧倒しただけでなく、グループ B のアルファロメオ75ターボなどとも渡り合った。そんなモータースポーツでの活躍とはブラハラに。欧州ではカローラレビンやスプリンタートレノは注目度が低いままだった。 トヨタ MR2 や日産スカイラインなどと比べて馬力の数字が小さかったためだろう。しかし、日本のコップカルチャーが波及し、近年はカルト的な支持を集め始めている。その引き金となったのがドリフト店1980年代に車好きの若者の間で広まり、ベストタイミングで登場した FR のレビンやトレノは絶好の選択肢になった。 シ野ノ修一氏が描いた漫画、イニシャル D では、豆腐店の少年。藤原匠が乗るスプリンタートレの GT アペックスが登場。群馬県の峠を舞台にしたドリフトバトルは映画にもなり、世界中へ広まった。大人を吸い寄せ、想像以上に上昇した価値。ホワイトとブラックのツートーンに塗られたトヨタの小さなクーペは、 アメリカを発端にスター級の扱いを受けるようになった、加えて、ビデオゲームのグランツーリスモが、その人気を確実なものにしたと言っていい。そんな AE-86 型のレビンやトレノは、夜のロンドンでも注目度が高いらしい。中心部に止めて短時間撮影していただけでも、何人もの若者が磁石へ吸い寄せられるように集まってきた。 1990年代前後の日本車には世代を超えて関心が寄せられている。DMC デロリアンだと勘違いした人もいたけれど、実際その価値は想像以上に上昇している。もはや簡単に乗れる中古車ではなくなった。最近では5万ポンド、約800万円。 前後で AE86 型のレビンやトレノがオークションに出品されているという。その加熱ぶりを浮き彫りにする金額だと言える。夜の街をツートーンのカローラレビンでドライブする。なんと楽しい時間だろう、湾岸エリアやミッドナイトといった言葉がぴったりだ。しかし現在のロンドン中心部は熱心に運転できるような環境にはない。 通りが静まり返っているわけでもない。コービット1 9が流行していても、ロンドンは眠らない。ロードスイーパーが路肩を掃除し、ウーバーのドライバーが路地を行き交う。東の空が明るくなる頃には、早めに出勤したビジネスマンが歩き始める。カーブが続く道で理解することの喜び。フォトグラファーと一緒に、カローラレビンで南部を目指す。 テムズ川を渡り家ニントンを抜け、黒イドンへ近づくほど街灯の数が少なくなる。20キロメートルも走れば建物より木々が目立ち始める、霧が濃くなり。ヘッドライトの光が周囲に溶ける。ここから先は地形へ合わせるように道が曲線を描く。1987年式のカローラレビンを思い切り運転することが許される。 ゆるく長く伸びるカーブの先に気持ちの良いストレートが待っている。AE86 が本当に輝くのはやはりこの場所だ。群馬県の峠道と同じように車の全てを解放できる漫画やゲームという世界の広がりはリアルがあってこそだと思う。タコメーターの針を跳ね上げ暗く沈んだ森の中へ滑り込む。 AE86 型のトヨタカローラレビンを本当に理解することの喜びを全身で味わいながら協力英国トヨタトヨタカローラレビン AE8619831987 年英国仕様のスペック英国価格6995ポンド1983年時5万ポンド 約800万円以下現在。販売台数2717台英国内。全長 4210mm。全幅 1630mm。全高 1340mm。最高速度時速 196km。0時速 97km 加速。 8.3秒。燃費 13.0km パーリットル。CO2 排出量。車両重量 970kg。パワートレイン直列4気筒 1587cc 自然吸気使用燃料ガソリン。最高出力 125PS6600rpm。 最大トルク 14.7kg M5200rpm ギアボックス5速マニュアル